ウェーマスはアメリカ合衆国マサチューセッツ州の中央部ノーホーク郡の東部に位置する都市である。2010年の国勢調査では人口53,743人だった。市の形態の政府を取ると申請し認められたものの市名の中に町を残すことを選んだ州内14市の一つである。市の名前はイングランドの同ドセットにある海岸町ウェーマスから取られた。 マサチューセッツ州ではヨーロッパ人による開拓地として2番目に古い町である。ウェイマスがある場所に最初にヨーロッパ人が入ったのは1622年にトマス・ウェストンが設立したウェサガセット植民地だった。ウェストンはプリマス植民地を支援した主要人物だった。この開拓地は失敗だった。 ロンドンから連れて来られた60人の集団は生存のために求められる困難さに対する備えが不足していた。この植民地の動機が純粋に経済的なものであり、移住してきたのは男ばかりで家族を連れてきていなかったので、ピルグリムのような動機に欠けていたとも考えられる。冬が来るまでに計画のまずさと管理のずさんさによって母子氏が不足するようになっていた。 グリマス植民地の開拓者にも分け合うような物資がなく、ウェーマスの開拓者は土地のマサチューセッツ属インディアンから物を盗み始めた。ピルグリムと協力した食料探しやインディアンとの交易が不十分であり、開拓者の中にインディアンから盗み始めるものが出てきた。この頃までに植民地に入った多くのものが病気になり、法的なものと秩序のすべてが壊れていた。まだ健康だったものが、 マサチューセッツ族から盗んでいる時に捕まえられ、マサチューセッツ族の指導者が泥棒の処刑を求めた時が最悪の時だった。ウェイマスの者たちは処刑されるか、あるいは死につつある、病気の開拓者を代役で処刑させるかを強いられた。1623年4月までにインディアンとバージニアの開拓者との間に起きた紛争の知らせが北にも届き、 北部でもインディアンとの緊張関係を高めた。マサチューセッツ族などインディアンの集団は、もがき苦しんでいるウェザガセット植民地の残っている者たちと、おそらくはもう少し成功しているプリマス植民地を攻撃し破壊する作戦を立て始めた。ワンパノアグ族の州長、マサソイトがその話を聞いて、プリマス植民地に知らせた。ウィリアム・ブラッドフォードはプリマスも破壊されることを恐れ、 プリマスの民兵と共に、マイルス・スタンディッシュをエーマスに派遣しその脅威を終わらせようとした。スタンディッシュは急戦の旗の下に、マサチューセッツ族の抗戦的な者5人を防御作の内側に誘った。そこで短時間の闘争があった後に、インディアンの指導者たちが殺された。ウェーマスに当初いた60人のうち10人が餓死し、他に2人がインディアンとの紛争で殺された。 45人の開拓者がプリーマスに合流するか、北のメインに行き、そこからイングランドに戻った。ウェーマスに残った3人は、その後インディアンに殺された。その年の後半に、ロバート・ゴージズがニューイングランドに、ロイヤリストと政公会の色彩が強い政府の中心として、その場所に植民地を形成しようとした。宗教的な指導者として、ウィリアム・モレルを連れてきて、ブラットフォード知事には、 自分の優越性を認めさせ、代理人として動いてくれることを期待した。それから数週間のうちに、ニューイングランドの冬のために、ゴージズは、ほとんどの開拓者と共に、そこを去ることになった。そこに残った者たちは、ニューイングランドで2番目に古く、後のマサチューセッツ湾植民地では、最古の高級的開拓地の中核を形成した。1630年、そこは公式に、 マサチューセッツ湾植民地。これら集団との統合には困難さを伴っており、特にボストンのピューリタンとプリマスのピルグリムとの間の圧力から来る紛争があったが、ウェイマスは1635年までに現在の領域で安定し著名な町となっていた。ウェイマスは18世紀の初めから生花産業に深く関わった。それは1973年にステッドソングツ会社が 閉鎖されるまで続いた。その建物は現在医療事務所として使われている。当初の町役場は1914年の火事で破壊され、1928年にボストンにあった九州会議児童の複製として新町役場が建設された。他にミルトン町のカリー・カレッジにも同様な複製の建物が見られる。ウェーマス氏は 北緯42度12分23秒整形70度56分45秒、北緯42.20639度整形70.94583度、42.20639-70.94583に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は21.6平方マイルであり、このうち陸地17.0平方マイル、 水域は4.6平方マイルで、水域率は21.29%である。ウェーマス市内には、ウェーマスバック川とウェーマスフォア川が流れている。その周りはかつて工場が並んでいたが、現在は、ウェブ記念州立公園など公園と、自然地域として保存されている。人々や樹木の名前をつけられた通りも多い。 ウェイマス住民は次のような4つの地区を識別して使うことが多い。ウェイマス市の北はヒンガム湾である。ウェイマスの地域にはグレープ島、スレート島、シープ島が入っており、すべてボストン高所等国定レクリエーション地域に入っている。市の西はクインシー市、ブレインツリー市、ホルブルック町と接している。南はアビントン町とロックランド町と接している。 東は、ヒンガム町である。この地域の気候は暑く湿気た夏と、外して温暖、または、冷涼な冬が特徴である。欠片の気候区分では、温暖湿潤気候に属し、略号は、CF である。ウェーマス市内は、マサチューセッツ湾交通局のバス路線数本と、通勤鉄道の駅3カ所がある。グリーンブッシュラインのウェーマスランディング駅とジャクソン。 広場に近いイーストウェーマス駅があり、またオールドコロニーラインのサウスウェーマス駅がある。市内を通る道路には、マサチューセッツ州道3号線、道3号線大体路、道18号線、道53号線、道58号線、道139号線がある。ウェーマス郵便局ウェーマスは、ピルグリムがプリマスに上陸した年から2年後の1622年に、 ウェサガセット植民地と呼ばれた領域から1635年に町として設立された。アメリカでは最古かつ連続して運営されたタウンミーティング方式の政府を365年間維持していた。1999年の住民投票で市の政府形態に変更することを承認した。デイビッド・イム・マッテンが初代市長に選ばれ2000年に就任した。 市政委員の4人が35歳以下であるという、州内では最も若い市政委員会の一つである。ウェーマス高校は、ウェーマス市の唯一の高校である。2005年まで8年生と9年生は、ウェーマスジュニア高校に、10年生から12年生は、高校となっていた。南ウェーマスのジュニア高校に、新しいウィングが建設されて、これが、新しいウェーマス高校となって、 9年生から12年生を統合した。東ウェイマスにある旧高校はマリア・ウェストン・チャップ・マン中学校に転換された。高校には2000人以上の生徒が通っている。最新式の運動場も2005年に完成し、人工芝の陸上競技場ができた。2008年、ボストンマガジンがウェイマス高校をボストン地域の高校の中で学術成績では第8位。 対比を効果で第18位にランクした。中学校は東ウェーマスのウェーマス中学校1校である。キャンパスは2つあり同じ通りの上下にある。チャップマンキャンパスとアダムズキャンパスと呼ばれている。アビゲイル・アダムズ中学校は5年生と6年生。マリア・ウェストン・チャップマン中学校は7年生と8年生を教えている。小学校は8校。その他に初期児童センター一つがあり。 そのうち5つは名誉勲章受賞者の名前が付けられている。公立のチャータースクールはノーウェルにあるサウスショアチャーター公立学校の一つがある。私立学校は5校ある。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。地区ごとの収入化表のデータはアメリカンコミュニティサーベイによる2007年から2011年5年間推計によるアビゲール・アダムズ成果。 ありがとうございます。